こからですよ、ここから。シュー、うわー、ザリオマネ、イエーイ、ここで上です。あー、いいニュース。1-0 ね。あ、うまい、よくないですか、いきなりですか、よくないですか。シュート言ってよ。ここで上です。シート使ってない、全然全然全然。じゃあ、チエクさんはい、さあ最弱王。でもね、さっき聞いたらフランスが強いって言ってたんですよ。そう、で僕が強い、あの星これあるじゃないですか、うん、フランスマックスなんですよ。そうそうそう、さっき使ったやつで、ミランがほら半分しか違うの。 4.5 や、騙されたわ。いや、知ってたやろ、 4.5 は。いや、でもこれはかなりありますよ。僕フランス、僕フランスじゃあちょっと使ってみますわ。フランスはかなりやりやすいですよ。この本の解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。北澤さん、本日のエキシビションの対決です。正直に勝った、これはどういうところでしょうか。やる気ます今のね。ねえ、よろしいのかすみましょう。よろしい。さあ、ムバッペ、ファルファルファル、ヒグワイン、ちょっとルーズ、うれやバルじゃない、今。さあ、左へ預けて、うれやー、届くか、うわ、れやれやれやれ、収まってフリーだ、フリーだ、シュート、なーすごい、すごい反応にしました。いや、今のはこれだけでおかしくない。うわ、うわ、うわ、ライブ、それにもドリブル離した。全然パスだ。ここでファールをもらいます。おい、ファール、ファール、ファール。セリフある？棒読み。ジマル。ジブリルシリベから大きく縦へ。フランスとしては先ほどからサイドの活性化が目立ちますけどね、サイドバックがかなり高い位置まで上がってるんですよね。相手が引き気味になっている時ほどこういった形を取ることが一般的と言われてますけどね。全体的にサイドバックが押し上げるというイメージですね。そうですね、まあサイドが積み上がしますけども、一つ懸念としては、そうですよ、分かるでしょ、分かるよね、そこのケアは必要になりますね。ちょっと味方が邪魔したわ今。なんかボール来た。さあ1対0、あ、でもうまい、が決まりました。フランス、精神的なゆとりを持つことで視野が広がってきますから、結果的に攻めのリズムっていうものが良くなってきますよね。上がる、グリーズマン、ジルー、ボールのこのパス、これは繋がりません。裏へのスルーパス、そこじゃないんだよな。よしよしよし、まあまあ、アルゼンチンとしては攻守のバランスを取りながら試合を進めてたんですけど、終盤で一瞬の突きをつかれましたね。では後半見ていきましょう。この後半の入り方って非常に良くて、守備的に行ってしまえば点を取れない、けど取りに行かなければいけない、そういうことなんです。いや、もらいたかったですよね。見なかったらね、まずドリブルしてへんの、パスを要求し、シビアなタイミングで受けた割には冷静でしたからね。全体的に相手の守備も対応遅れましたし、ラストパスで勝負あったゴールと言えるんじゃないでしょうかね。1点目です。お、ファール、ファール、ファール。さあ、フランス、さらに1点を追加し、2対0。誰が、どこが、フランスとリラックスしたゲームに進めるんじゃないでしょうかね。あー、92年生マリやってる、マリやってる、出が出るマリやってる、セーブマリア、キーパーを抑えます。ちょっとマリアからイグアイン、あ、やばい、落ちた、激しいボールのダメージ、ハイファール、ハイファール、スローインをカット、これは上がる、ボール入りましたよ、奪ったようなボール、自分で行く、フリーだ、シュート、うわー、倒れ、
から持っていく。これメッシ？これビリア。こういうことなんですよね。スター選手がやっぱしてるしかない。いいプレッシャー。いや言い訳してる。もう言い訳しだした。これや。そして今、はい、よっしゃー勝った。2対0。アルゼンチン。ということで最弱王は千秋。やっぱフランスか。フランスがやっぱ強いんだわ。フランスか。じゃあじゃあ。じゃあついに決勝戦。はい、決勝戦。行きましょう。これ青谷さんが特徴的でヨーロッパ随一のハイテクスタジアムとも知られています。そう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 、本当の力量コンディションですが、現在こちらは青谷です。僕が白青谷でのナイスゲームになります。このゲームの解説はおなじみ元日本代表のミッドフィルダー北澤剛です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。北澤さん、今日はエキシビジョンのマッチですが、なんとも贅沢な対戦カードになりました。この試合どうご覧になりますか？レベルの高い同士ですから、やはりクオリティの高い試合が見れますよね。その中でナイス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 、チャンスチャンスチャンス、いけ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 、見逃さないようにしたい。さあ誰もここ大事、超大事、来た、おい、いける、いやー、ランス相手に先にゴールで終わりにします。だから今のは受け入れていけないですよね。このだってさ、最初はやっぱタケとかね、優勝と思われてたけど、ここでね、これは自分たちのサッカーが反対がいいですよね。立ち上がりのリードはゲームの主導権を握りやすくなりますからね。もう言い訳聞かんで、汚い、これは汚い。おー、あれさっきよし、ロック裏のスルーパス、うまいな、うまいな、うまいな、よし、ハハハハハハハ、見ていて、ここ感じられて流れが来てますよね。これはでかい、パス見てる、パスジルー、いや、これはでかいな。うまく外して落ち着いて決めました。このゴール、北澤さんはどうご覧になりますか？いや、もらい方良かったですよね。ムバッペ、そうでしょう、いいね、ベストダス、うん、ジブリル・シディベからのクロス、いいよ、ムバッペ、よっしゃ、キリアン、キリアン頑張れ、キリアン、キリアン、マテュイディ、もうね、ハイプレッシャー、完全に大きく立て、クマ、ムバッペ、クマ、おー、ファーストハーフ終了から出ていた前半ですよね。はい、プレースタイムの違いも見てて面白かったですし、うん、この後お互いの特徴を生かした戦いになると思いますよ。そうですね、フランス対フランス、知ってるの1対1の同点で前半を折り返す。絶好の位置、スルーパス、あ、シュート、ナイスだ、スタイル、勝ち越し、フランス、試合をひっくり予想できてましたからね。自分が今いる位置が張ってきてないと、ここまで落ち着いて流し込めませんからね。見事ですね。そうですね、もう、あげちゃい、トントントン、ジルー、そっくり飛んでる、ゴールです。惜しい。さあ、フランス待望の1点をもぎ取っています。ああ、ゴグバからフィードボール、ゴグバからムバッペ、うわ、トラップやば、抜けてくる、来た、これはよく触りました。もう分かるよ、おっさい、収めることができませんでした。セカンドでジルー、ここは対応します。あ、これ、あーもうマジで丁寧に、ムバッペ、本日ワンアシストです。全員ハイプレッシャー、抜けるか、うまい、いいね、やばいね、1点取ってたらもう試合は決まってたようなもんなんですけどね。裏のスペース、いいところに行ったんですけどね、ライナーって面白いね、まだまだ時間残ってますから、ここは一旦落ち着きたいところですよね。レグリー自分で行く、少しルーズになる、まだ時間ある、まだ時間ある、大丈夫、大丈夫、ここで引き離せばもう勝負決まったようなもんですからね。時間あるように見えてないよ。スタート、スルーパスからのチャンス、カウンターを狙うしかないでしょうね。前線からプレッシャーかけたいところですよね。これ
ああ時計を見ながら長いホイッスル。2対1。2-1。ナイス無念の逆転負け。敗れました。ながらいやフランスが強い、僕が強いんじゃなくて。俺はあえてフランスを使わなかった。でも一旦タクトの優勝ということでおめでとうございます。一旦ね、一旦で最弱王が千秋で一旦ね。ということでね、はい、またやっていきましょう、はい、この動画面白いとチャンネル登録高評価お願いします。それではせーのちょいとバイバーイ。一旦ね一旦ね